陸上、全日本実業団対抗陸上競技選手権、23日、山口市、維新未来フスタジアム、パリオリンピック登録商標100メートルハードル代表で12秒69の日本記録保持者、福部真子28、日本建設工業、が、100メートルハードル決勝で12秒81、プラス1.9メートルをマークして優勝した。 同じくパリ五輪代表の田中弓、25、富士通との接戦を制し、2年ぶりとなる頂点に立った。スタートで飛び出したのは福部と田中。50メートル過ぎまで2人が競り合うが、ゴール直前で福部が田中をかわし、1位でフィニッシュ。パリ五輪代表同士の対決は、福部に軍配が上がった。田中のタイムは12秒83。 3位には12秒99を記録した中島瞳、29、長谷川体育施設が入った。レース後の場内インタビューで福部は、今シーズン最後のレースだったので、勝ちで締めくくれてよかったと笑顔を見せた。今後は自分の記録を超えていけるようにしっかり頑張っていきたいと、自身の持つ日本記録の更新を目標に掲げた。パリ五輪を初のレースに臨んだ福部は、 予選1組で13秒05をマークし1着で決勝進出。予選2組に登場した田中は12秒98の1着で決勝に進んだ。福部は今年6月の日本選手権で参加標準記録突破と優勝でパリ五輪代表を決め、7月のオールスターナイト陸上では自身が保持する日本記録を0秒04更新し12秒69をマークした。 そして迎えたパリ五輪。予選では12秒85の4番手でフィニッシュ。着順3番手以内には入れなかったものの、予選前組4番手以下の記録上位3名に入り準決勝に進んだ。準決勝では12秒89の組5着でフィニッシュし、決勝進出はならなかった。